次のコーナーに行きましょうか。最近恒例になってきたあのコーナーだね。ええ、そうね。みのり、よろしく。はーい。次のコーナーは、みのりと一緒にレッツ振りコピ。アイドルの振りコピをしたいというみんなのために、私がみんなに振りコピのコツをバッチリ教えちゃいます。おお、早速リクエスト入ってるね。はい、前のコラボ配信でみんなで踊った曲はどうかな。うん、じゃあダンスしながらコツを教えるね。みんなも一緒にやってみよう。みんな、今日も配信お疲れ様。お疲れ様。今日はみのりのコーナーが冴えてたわね。アドバイスの仕方もだいぶわかりやすくなってるし。私、今までは伝えたいことが先走っちゃって上手にアドバイスできなかったんだけど、どうやったら見ている人にわかりやすく伝えられるのか、はるかちゃんがコツを教えてくれたんだ。のね、なるほどね。はるかのアドバイスがあったんなら納得だわ。本当に少しアドバイスしただけだよ。みのりも飲み込みが早かったし、これからもっと上手くなれると思う。はるかちゃん、じゃ、みのりの今後に期待ってことで。楽しみね。だけど、どうしたの、はるか。うん、最近ちょっと企画がマンネリ化してきてる気がするんだ。あ、そうね。今日のみのりのコーナーもそうだし、単発企画をいくつかシリーズ化したことで見てくれる人も増えたけど、その反面、また同じ企画かってコメントもたまに入るようになったものね。新しい企画考えなきゃな。私、何か考えてみるよ。私もそういうのはあまり得意じゃないけれど、もっと考えてみるわ。うん、みんなありがとう。私も何か考えてみるよ。見てくれるみんなが笑顔になれるように頑張ろうね。遅くなっちゃったね。配信の後の練習ちょっと長引いちゃったからね。みんな、今日は帰ったらゆっくり休みましょう。疲れを癒してまた明日頑張りましょうね。はい、それじゃあ明日も。喜んで。あれ、もしかして昔握手会に来てくれたことある？うん、いつも丁寧な手紙を書いてくれてたでしょ。だからよく覚えてたんだ。私こそ昔から応援してもらえてすごく嬉しいよ。これからもよろしくね。もう知っているかもしれないけど、これからはモアモアジャンプのみんなと頑張っていくから、グループのことも応援してもらえたら嬉しいな。
ファンもすごい数いるでしょうし、みんなの顔を覚えるのも難しいはずなのに。プロ意識が高い証拠ね。みんなお待たせ。待っててもらってごめんね。はるかちゃん、やっぱりはるかちゃんはアイドルの中のアイドルだよ。え、どうしたのみのり。さっきの対応を見て感動してんのよ。あのファンの子とっても喜んでたわね。さすがはるかちゃんだわ。ありがとう。みんなに見られてたって思うとちょっと恥ずかしいけど。そんなことないよ。私もあんな対応できるようになりたいな。それじゃあもっともっともっと頑張らなきゃね。頑張ります。無理しないようにね。今日のトレーニングは完了っと。もう22時か。練習が押した分少し遅くなっちゃったな。あとは宿題を終わらせて次の企画を考えないと。企画の方向性はこれで大丈夫かな。けどこれからどうやって活動していくか、もっと長期的な計画を練っておかなくちゃ。生放送のおかげで最近はコメントも多くなってきてるし、ファンのみんながもっといろんな活動をしている私たちを見たいと思ってくれてるってことも感じる。その思いにどうやってどんな形で応えていくか難しいな。アスランの頃はこういう風に企画を練ったりプロデュースみたいなことを考えたりはしなかったから。でも難しいし大変だけど楽しいな。よし、まずは新企画から。今日はあともう少し頑張ろう。